1950年代の英国のチップジェットでローターを駆動する技術をもとに設計された実験ヘリコプターである。不適当な動力源のために革新的なチップローター構想は失敗指導機は離陸ができず、後に改良を加えられたが廃棄処分となっている。1951年、パーシバルエアクラフト社はヘリコプター部門を設け P74 という名称の 中型ヘリコプターの設計を始めたこの実験ヘリコプターは機種に2座席の操縦席と胴体長1杯を占める大きな客室空間を内包した累積型の胴体を持っていた。客室の床下には3本の洞室管を通して3枚のブレードの先端から噴出する圧縮空気を生成するネイピアオリックスエンジンを搭載していた。ローターブレードは スクリュージャッキにより作動する公園のエルロインでピッチ制御を行っていた。通常とは異なるエンジン配置は客室の座席の列を隔てる隔壁内に排気管を通す必要があり、これは予定された乗客に対し望みもしない騒音と熱を与えた。P74 の試作機は1956年の 春に完成し組用登録記号 XK889 が付与された。最終的な外観は大きく膨れた胴体に小さなテールコーンという不格好なものであった。テールコーンには小型のテールローターを備えていたが、チップローターのおかげでトルクの影響がないためこれは操縦性の向上を目的としたものであった。 硬着装置は外側に張り出した骨翼についた4輪で、前輪の2輪は自在方向にそ出した。戦士リグに固定しての地上試験が1956年に始まったが、オリックスエンジンは最高出力と最大ガス発生量に達しなかった。動力源に改良が図られたが同期は飛行に失敗しはず飛行は中止された。 P74 には2名の操縦士用の脱出口の備えがなかったのでこれは幸運なことであったかもしれない。唯一の出入り口は胴体後部左側にあった。主任テストパイロットは発行の P74 に関して端的にこう語った。操縦席の操縦系統、エンジン系統は操縦士の操作というものを全く無視して設計されていた。 英国のヘリコプター産業が再編成された時に、より強力なロールスロイス RB-108 タービンエンジンを装備することや10名の乗客が搭乗できる派生型が設計途上であった。P-74 の計画は中止され試作機は廃棄処分にされた。ありがとうございます。